時間になりました。どうもたまみです。私今皆様こちら 見覚えのある方もいらっしゃるのかと思いますが、ここはかの有名な麻生区のターミナル21です。平日火曜日の昼にしては人多いですよね。この時間帯でこんだけ人がいたら、でもここはやっぱり観光客の方がめっちゃ多いっていうので、あ、来たことあるなーがてらで、はい、これちなみにターミナル21っていうだけあって、空港をイメージして作ってあるところなので、ここ1階ずつコンセプトが違うんですよね。何が人気かって、こっちのフロア1階ごとターミナルゲートみたいになってて、1個ずつコンセプトが違うんです。東京、ロンドン、イスタンブール、サンフランシスコって感じで、でなんかそのこういうゲートだけコンセプト作ってあるわけじゃなくって、こうお店の各店舗の雰囲気までちゃんとその国をイメージして作ってあります。ここ今ちょっと中東系の雰囲気ですよね。モスク的な雰囲気、ほらちゃんと光のデコレーションとかも結構凝ってて、で私タイ人の友達と来た時に教えてもらったんですけど、ここトイレが結構綺麗かつトイレのコンセプトもフロアごとに違うんです。日本のフロアのトイレに行ったら日本っぽい雰囲気のトイレだったり、まあ私もまだ全部行ったことないんですけど、いつか時間がめっちゃある時にはトイレ全部回るっていうのやってみたいんですけど、まあ、とりあえずここのトイレが結構コンセプトがしっかりされてていいって聞きました。ここ今が4階のサンフランシスコ階です。ご飯が結構入ってるんです。実際ご飯めっちゃ入ってて、上から下までこんだけ入ってる。普通にね、朝昼晩食べれそうな感じ。日本食もやっぱ多い。留学とかしてた友達がね、遊びに来るとみんな、おわブースタンじゃんってめっちゃ、なんかオーストラリア行った時飲んでたとか、どこを発祥のブランドか分かんないけど、結構海外から来てるやつみたいで、オーストラリアにいた時によく飲んだわっていう声を聞くんで、オーストラリアなのかな。とりあえず野菜ジュースが飲める、なんかその本当に野菜ジュースみたいなのが飲める。あとここタイで人気のフランチャイズされてる日本食レストラン、これ日本のブランドでは見たことないです。私は分かんないけど、とりあえず富士ジャパニーズレストラン、結構人もいつも多くって、たこ焼きだったり、あれ土瓶蒸しまであります。でも安定にキムチはある。キムチは日本食と紙一重、まあ、でもちゃんとね日本食、あらカリフォルニアロールまである、まあ、という感じでここの富士レストランさん、私もそうタイ人の方が利用される気がしますね。私も確かに行ったことない自分が、今度いつか行ってみようってとこ。これだからそのご飯食べれるフロアです。なんか日本でよくある抹茶を使ったものってどこでもあるじゃないですか、日本といえば。でもやっぱタイといえばタイミルクティーを使ったもの多くて、私ここじゃないですけど違うところで食べたこのタイティーケーキ的な感じ、私が前食べたやつはタイミルクティーミルクレープだったんです。あのレイヤーのやつあるじゃないですか、ミルクレープって、あれがタイティーの味とか、あったタイティーのクリーム、こういうの前食べたけどめっちゃ美味しかったですよ。なんかティーだから結構クリームクリームすぎずみたいな。ここ全部日本食じゃないですか、ほぼ中華と日本食、弥生軒 MK 天屋カツヤペッパーランチ。これ見た目ジンギスカンみたいなんですけど、結構ローカルの人が食べるというか、焼けるし煮れるし、ね、焼けるし煮れるし、ここ見る、焼けるし煮れるしがこちらです。伝わる、このあ焼けるし煮れるしこちらです。焼けるし煮れるし、タトラミはそこめっちゃ人多いてか、いつもちゃんと人がいる。とりあえずお腹が空いたので、はい、有名なこちら、ピア21で、ね、めっちゃ有名ですよね、皆さん来てはるから。私は今日ここで今からランチを食べたいと思います。なんでここなのかって、みんななんか定番じゃんって思われるかもしれないですけど、結構観光客向けのフードコートであり、街中にあるんだけど、価格が安いんですよ。3割ぐらい安い、他のところより。この安さをお伝えしたくて来ました。いや普通にその日々の生活の中で食べるものより安いって思いました。ソムタムとかね、まあ、行ってみましょう。大盛況、めっちゃ人気じゃん。
今日も元気にご飯を食べていきたいと思います。なんかイメージはやっぱそのサンフラのあれですよね、観光地あるじゃないですか、オットセイがいるとこあるじゃないですか、ああいうイメージなのかなと思って。サンフラの あるんですよ、オットセイがいるピアのところにある、まあ、フードコート的なところを多分イメージしてあるような感じしますよね。ちょっとあ、これあれだ、あの卵に包まれてるパッタイ。トムタムって何かというと、まあ、まさにボールですけど武器みたいなやつでもう何でももう混ぜちゃう、こういうのカニとかもあるし全部混ぜて食べると。で具材もいろいろあるんですけど、私はその7番のコーンが結構好きで、けど定番って言ったらやっぱり6番ですよね。3番も気になる。だって34ってことは4でかけたら120円ちょっとです。136円。どうしよう、3番か6番か7番。 Hi, can I have the number 6 sometime? Maybe spicy?1食目ゲット。こちらソンタンスパイシーにしました。なんかイエンタフォーっていうの食べたことないんです。イエンタフォーここにある。なんかイエンタフォーって赤いスープは赤豆腐乳ケチャップ唐辛子などによるもの、大豆由来の赤いなんかあの赤い紅豆乳みたいなの書いてある。じゃあ、ゲンタフォーでいきます。ハロー、 Can I order? Can I get the ゲンタフォー？ ゲンタフォー number 13? うん、13。 これよくどこでもあるやつなんですけど、ご飯と味付けてバーって混ぜてくれるやつ。これいきましょう。私12番。トムヤムトムレツ16番です。12、16にしました。カオクカッピーちゃんはここから、カオクカッピーちゃんはここからなんかいろいろ詰めてくれて、でなんか場所によってはチリペーストの味を選べるんですよ。でそのチリペーストどれと混ぜたいみたいな、ご飯ここはなんか決まってるみたいなんですけど、これ野菜はちょっと入ってるからなんか比較的ヘルシーで好きなやつ。なんかタイに住んでて結構脂っこかったりするからいつも迷うんですよね。来た、早い。スキャンナカ。わー、カオクカピー。 Thank you Thank you。 わーお、 Thank you。
ポップンか。優しい。あらら、汁がこぼれるけど、まあいい。いただきます。いただきます。エンタフォー食べます。これ初めて、ちなみに。何これ。いや、マジで初めてなんですよね、今回。ちょっと見ていただきたいかも。見て。マジの本当にピンクのスープ。ピンク。でも怪しくピンクじゃないらしいです。ちゃんと植物由来 その赤い豆乳とかちゃんと健康的なものでピンクらしいです。ハロウィンのご飯みたいになってます。ハロウィンご飯みたいな。いただきます。スープから食べます。うん、このスープ自体はワンタン麺とあんま変わんないかも。そこまでなんか酸っぱいとかでもなく、酸っぱいを想像したんですけど、これがイエンタフォーです。食べたかったんですよね、イエンタフォー。もう食べちゃっていいですか。うん、うん、なんか酸っぱいを勝手に想像してたけど、酸っぱくないけど、でも美味しい。想像と違うところが来た。なんか酸っぱそうじゃないですか、この色って。ちょっと味変で砂糖とチリ入れるなり酢入れるなりでね、本当にお好みですよね、これは。でもなんか進む。130円とかでこの量はすごいけどですね。130円でこれ、やっぱりトムヤムクンとオムレットのセットなんですけど、名前がこちらトムヤムクン。ちなみにトムヤムっていうのがこのスープのベースとかの名前で、クンってエビだから、他のもの入れたかったらトムヤムなんとかって変わります。トムヤムカレー、トムヤムガイドのチキンですよね。なんかそのとりあえずトムヤムなんとかっていうと中身が変わる。だからクンっていうのはいつもクンなわけじゃなくて、日本ではトムヤムクンがもう当たり前じゃないですか。トムヤムクンって言うじゃないですか。で、こっちが入っちゃおう、何か入っちゃおうって、多分その卵、オムレット、ここの中に例えば豚肉入れるんだったら、ガイチャオムスタ、ガイチャオガイ、オミスタとか多分なっていくんだと思うんです。勉強中。いただきます。まずスープから、うん、美味しいですね。いいですよね、でもどっちも食べれるから、卵も食べれる。卵とご飯は落ち着く、なんかわかんないですけど、おいしい。安定にあのお仕事してる時のランチとしての一品としてはめちゃいいかもっていうのが、スープだけではないし卵まであるから飽きないみたいなところが好きなポイント。白ご飯が好き。なんかその麺も好きだけど、やっぱ絶対1日に1回は白ご飯を食べたいので、そんな私が最近おすすめしてるのがこちら。じゃらん。なんか結構カラフルに見えるじゃないですか。これタイ料理、実はあんまり野菜が入ってないっていうことに私は気づいて、あの日々の生活の中でやっぱ野菜を食べたいじゃないですか。でもタイ料理、普通にこういう例えばさっきの麺もですけど、野菜の量が少ないと思うので、いろいろ探してた時に、比較的にこれだと野菜がこう3種ぐらい入ってくるしって思って、最近そのなんかヘルシーかなと思ってるんですけど、どうなんだろう。このご飯の部分が色ついてるじゃないですか。多分これは特に今チリみたいなのやってないんですけど、場所によっては、写真で載せてきます。こんな感じで、あのご飯とどのチリを混ぜたいみたいに聞かれて、これって言うとそのチリとご飯をこう回せて入れてくれるところがあって、私が知ってるところでは結構チリが9から10種類ぐらい置いてあって、何チリか分かんないか、私もいつもえ一旦ちょっとサイドでくださいって言うんですけど、タイの人はいつも混ぜてるやつ食べてる。じゃんじゃん、ここですね。いただきます。あ、すいません、レモン。伊藤家の食卓で裏から
マナオちゃんは結構、あとレモンって言ったら結構マナオが出されること多くて、レモンくださいって言ったらマナオが出てくるみたいなのが居酒屋でもよくあります。そのマナオちゃんは結構この伊藤家の食卓の技が使いやすい、皮からの成分が出やすい、好みでかけていただいて、普通に混ぜて食べても多分いいし、普通にスプーンですくってこんな感じで食べてもいいと思うんですけど、私個人的に好きなのがこれ、中華ソーセージ、ちょっと甘い感じ、ドライな感じなんだけど、で多分こんな感じで、まあそのお好みで、いただきます。これは私が普通に日々食べてるものなんですけど、美味しい。そのシンプルで美味しい、なんか味が濃くないし、いろんな野菜とかと食感そのまま楽しめるから、私的にはこれは結構好き、私の好きなものとして紹介したかったんですけど、こういうエビとかね、燻製みたいなのがいろいろ乗ってるから、ちょっとお腹休めたい時の一食とかにいいかなっていう感じの一品です。トムタムいただきます。結構トムタムだけ食べると味が濃いんですよ。味がすっごい濃いんです。なので通常時はトムタムと、例えばさっきの店だったらフライドチキンが置いてあって、多分一緒に食べるとか、あのポークネックとかを頼むと、ポークネックとトムタム一緒に食べたり、スチームされた蒸しのお魚とか頼むと、まあ、グリルでもいいんですけど、そういうお魚とソムタムみたいな感じで、なんかその味を付け足すみたいな気持ちでソムタムを結構私はよく食べます。日本の方にとっては多分塩辛いのかな、多分タイの方とかだったらそのままだけでも十分なのかもしれないんですけど、結構日本人にとっては塩辛いと思います。味もスパイシーって言ったけど、私は結構辛いのいけるので食べれるんですけど、普通めちゃめちゃ辛くて皆さん食べれないぐらいらしいので、本当に少しだけって言った方が、もしくはもう本当ノースパイシーか人の多いちょっとだけって言った方が、そもそもは皆さん辛いの苦手な方はいいのかなと。唐辛子もですけど、ソースめっちゃぶち込んでましたよね、お玉一杯分ぐらいね。だから塩辛いから、それだけを食べると本当にちょっと塩分高めけどね、味は美味しいです。普通にご飯欲しいですもんね。パパイヤサラダ、パパイヤが全部使えるわけじゃなくて、パパイヤにもいろいろあって、これ多分フィレッシュパパイヤというか、あの緑でまだ売れてないパパイヤを使ってます。私一回パパイヤ買って、でもパパイヤ結構売れるのが早くって、買って置いといたらなんかすぐオレンジになってきて、もしかしたら種類が違ったのかもしれないんですけど、パパイヤだからこの緑の状態をいつも買いたいと思って買って、数日でなんか結構やわーくなっちゃうから、結構フレッシュ中のフレッシュなのかななんて、パパイヤの中にも種類があるのかななんて最近思ってます。うまい。これも130円、2個食べても300円、全部で1000円以下。これ4種類さっきの食べてなんと1000円以下、700円だから今だって3人分ぐらい。今回の動画はいかがでしたでしょうか。ぜひコメント欄に感想など書いていただけますととっても嬉しいです。まだの方はぜひチャンネル登録お願いいたします。